前のチャートで、バーチカルポータルと、それからヤフーのような、まあ、総合ポータルですね、この2つがどう違うかというような議論をいたしましたけれども、その辺をですね、まあ、インターネットがどのように発展してきたかということをベースに少し明らかにしていきたいと思います。このチャートの中で左から右の方に、まあ、流れを示しているわけですけれども、最初の時代、まあ、おそらく19905、6年でしたでしょうかね。そのぐらいの時に、まあ、ぼちぼちといろいろなサイトが出始めたと。で、この時にはまだ、サイトの数も非常に少なくて、非常に希少価値があったと。で、存在自体が非常に新しくて、まあ、かなり出店するだけでも売れるというところがあったわけですけれども、まあ、消費者の方としてはまだよくわからなくて、どこにあるかわからないと。ということで、まあ、そういうサイトが集まって、電子モール、e モール、こういったもの、モールを形成して、ここにありますよということを主張したわけです。で、消費者の方は、まあ、ここに行けばなんかいろいろ新しいサイトが集まってるなということで、そこに訪れていったわけですけれども、もちろん、もうものすごい勢いで、そのサイトの数が増えていったと。もう今はもう何万、何十万、何百万という形で、サイトの数が増えていくとすると、消費者の方としては、もう混乱状態になってしまうと。一体どこにどういうサイトがあるのと、分かんなくなってしまう。そこで出てきたのが、まあ、ヤフーなり、まあ、マイクロソフトの、ポータルなり、Google なり、まあ、そういったその情報、サイトに関する情報を整理する機能を持つサイトですよね。で、主に2つの機能、そのディレクトリ、階層構造で、どういう、例えば、金融にはこういう企業があります。あるいは、ショッピングにはこういう機能があります。本を売ってるところにはこういう機能がありますというふうに、ディレクトリで非常に分かりやすく説明するのが一つの機能と、あとそれから検索エンジンで、関係するようなサイトを全部出してくると、まあ、主にそういう2つの機能を持っているわけですけれども、それで、もう膨大に増えたサイトをうまく整理して、ユーザーの方に、紹介してあげると、まあ、こういったサイトが、まあ、かなり出てきたわけです。代表的なのは、まあ、今申しましたようなヤフーとか、まあ、エキサイトとかインフォシークとか、これが出てきたと。で、この辺もやはり一つの入り口になりますね。インターネットに入る上での一つの入り口になりますので、ポータルという呼び方がされていたわけですけれども、さらに時代が変わってくると、消費者は毎日このサイトに行く、あのサイトに行く、このサイトに行くというふうにいつも迷ってるんじゃなくて、だん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 自分の行きたいサイトというものがはっきりしてくる。例えば女性の場合で、女性が働いている女性と、そうすると働いている女性に関係しているようなあらゆる情報が入ってくるサイトが、もうほとんどもう常にそこに行くようになってくると、まあ、いわゆるそれがポータルということですけれども、あるいは自動車がすごい好きな人は自動車に関係するものが全て入っていると、あるいはある業界にいる人はある業界に関係する情報が全て入っている、そういうバーティカルポータルに常にアクセスしているということになってくる。要するに、ある程度自分たちの選別ができてしまっていると。選別と選択ができてしまって、もう選ばれてくると。そうすると、そこが一つのユーザーにとっての入り口となるということで、そこが バーティカルポータルという形になってくるわけです。そのバーティカルポータルに関しても、やはり最初は製品別でしょうけれども、だんだんそのセグメント別に変わっていくというのが、一つのマーケティングの流れの中に位置づけられるかと思います。まあ、大きな今の話を流れの中で言いますと、最初はいわゆる生産者の時代、要するに生産者の数が非常に少ない、まあ、生産者っていうのはそのサイトのことを今言ってますけれども、サイトの数が非常に少ない時には生産者主導で、話が進んでいくんだけれども、どんどんその生産者が増えてくると、競争が激しくなって、だんだん消費者が選別するようになってくると。で、その消費者が選別するようになってくると、それがセグメント別に、戦略、あるいはマーケティングが行われになってくるというような流れがあるということで、普通これは、まあ、一般ではもう何十年とか何百年近くの流れでいくんでしょうけども、インターネットの場合はこれが本当に今5年ぐらい、極めて短期間でこういった流れがどんどん進んでしまったと。まあ、これはもちろん、そのインターネットの、ウェブサイトの数が爆発的に広がったということがありますけれども、まあ、同じような時代の変遷を通して、インターネットのサイトも発展してきているんだと。それに従って、
重要な位置を占めるサイト、成功の鍵を占めるようなサイトというものは変わってきているんだということが言えるのではないかと思います。